お盆休みも終わりましたけれども、私が住む山陰では毎日37度、8度ぐらいありましてね、夏バテは止まりません。で、8月18日日曜日の深夜に収録したものではございますが、5日も経ってしまいましたが、8月23日ようやくアップできるといった形になってございます。市攻防戦に間に合えばよかったのにね、残念だと思ってます独自の4番岡本論を展開してございます。本編ぜひ楽しんでやってください。よろしくお願いしますね。そうしますですよ。8月号となりますので、8月のお話をしていきたいというふうに思いますけども、8月11日対中日戦におきましてですね、ヘルナンデス選手が左手首を骨折したんですね。痛かったですね、これはね。いや、痛かったな。ヤンキース時代の松井秀喜を彷彿させるような、曲がってはいけないところに曲がってました。でこれが8月11日に骨折、8月15日に手術があって成功と、全治3ヶ月というお話を言い渡されているそうでございまして、ジャイアンツ球場でリハビリをスタートしてるんですよね。CS とか日本シリーズを狙って帰国せずにってことなんですかね。いや、分からへんすけど、まあ日本愛が強いんちゃいますか。本当に初来日だよいや、はず、いや、帰るでしょ、こういう治療系のことって。一回僕も帰る人は多いなと思ってるんですですよね。僕でも帰ると思いますわねえ、ね、逆の時だったらね、何か対談の可能性がだいぶ高まるというか、ねえ、普通はね、これ、残って日本に残って、ジャイアンツ球場でリハビリっていうことは、全治3ヶ月というのはお医者さんの判断であって、はい、これが早まる可能性も別にゼロじゃないですもんね。まあ、間に合うならば、あるいは、ある程度8割ぐらい治ってて、治して、あるいは代打の切り札みたいな形でも、可能性があればという意味合いかなと受け取ってるんですよ。まあ、そうですね。まあ金本の動画でもものすごく見てもうて、骨折でも打つやつ、はい、骨折しながら打つやつか。そういうことですよ。はい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 、あの辺を勉強してもらいたいなと思いますね。ヘルナンデスに、はい、もちろん、はいはいはい、僕ら勉強してもしゃあないですからヘルナンデスは金本さん知ってんのかな。そうね、いや、誰か動画送りつけてほしいもんなんですけど、はい、でヘルナンデスの離脱非常に痛かったなと思ってたんですけども、処置としましてライトの丸を仙台に戻して、おー、ですよね、でライトあるいはレフトに長野もスタメンティングラインナップに名を連ねたこともありましたけども、モンテスがレフト入ることもありますね。このジャイアンツキャストではモンテスのショートの守備はどうなんだって話をちょいちょい話題に出しまして、不安視してたんですけども、レフトはハマったと思いませんか。ジャガさんいかがですか。まあまあハマったというか、まあ、頑張ってハマろうとしてくれているという姿勢の部分ですよね。ですよね、そういう感覚ですね。ハマったというよりかは、モンテスがね、頑張ってるっていう、そういう好感度が高く映ってますね、今のところ。もう、無理やりはめ込んだ、ハマってる人だけどね。そうですね。なるほど。とりあえず打撃の成績は徐々に上気味になってるよういうふうに感じてて、しっかり打ってますよね。だいぶいいかなというふうに思ってるし、浅野は浅野でライトに入って、しっかり触れてるかなといった印象を持ちます。8月14日には今季の第1号出ました。満塁ホームランでした。いや、まあ、すごかったっすわ。それはバースデーアーチなんですよね、誕生日、そうでしたか。あ、そうなんですね、バースデーアーチで、プロ野球入団前の高松商業の時にも甲子園でホームラン打ってるし、去年1年目のプロ第1号もこの8月14日の誕生日に打ってるんですって。ということで持ってくる。浅野の誕生日11月24って言ってますけどね。あれれそれやったらもうちょっと騒がれてるちゃうかなと思って今調べてみたんですけど、あれれれ、そうでしたか。はい、LINE の放置にはバースデーアーチって書いてあったんだけどな。あ、マジか。じゃあ違うかな。なんかの記念日なんでしょうね。かな、ちょっともう一回見てみようかな。誕生日ではないような気がしますね、確かにね。なんか、もっと騒ぎますよね、誕生日やったら。あんまなかった、ね。間違えた、ごめんなさい。アーチデーでしたね。初アーチですよね。初アーチが確か去
去年の今頃でしたよね、確かに。8月18日という日は、浅野にとってのアーチデーなんですって、うん、バースデーアーチとは違いますね。なるほど、なるほど。高松商業の時も甲子園で打ってるし、プロ第1号も同じ日に打ってるし、はい、で、今年の8月18日はマリーホームランが第1号でしたよ、という話でした。ややこしい表現すなってことですね。バースデーはないです。ごめんなさい。失礼しました。いやいや、ホームランを打った日ってことですね。うん、まあ、とにかくその8月18日という日にちに、うん、3年ずつ打ってるということですわ。調子いいってことですね。うん、そうですね。夏男ですね。うんうんうん、はい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 。ということなのですわ。はい。うん、それと、8月16日には、対ベイスターズ戦が台風で中止ということになりまして、これまだ10月の頭ぐらいにもう一個、代替試合が出てくるかなというふうな感じですよね。10月2日だったかな、予定が。それが対ベイスターズ戦だったんですけども、翌日もう一個できるのかなといった予想かなというような感じで、ジャイアンツは109試合消化しておりまして、残り34試合といった形になってます。ああ、結構進んでますね、もうね、進んでますね。ねえ、うん、そう言われると。名古屋ドームも終わったし、東京ドームの阪神でも終わったりとか、わ、そんな時期かって感じです、ね。本当っす、早いですね。めっちゃ早いです。あれ、なんつったっけな。なんとかかんとかで笑顔のセプテンバーだなこと言ってましたよね。キャンプ前だったか、シーズン前だったか、はいはい、お客さんもようその話しますわ。 どんな文言でしたっけ。セプテンバーの日に笑えていればなみたいなことでしょ。なんとかかんとか笑顔のセプテンバーってありましたよね。あ、まあまあ僕もそんな詳しくないですね。それ分からんすね。安倍監督がアース&ウィンドファイヤーのセプテンバーって楽曲が入場曲だったんですよね。はい、はいはい、それで笑う阿部には福来たるが、はい、笑う阿部には福来たる新風の先に笑顔のセプテンバーですね。いうことで難しいな。長いよ、もっとパッとコメントパッとね、いかんと、はい、これがいつの記事だ。昨年、あ、今年だ、今年の1月23日のスポーツ報知の記事でございます。なるほど、長いな。はい、ということで、9月も近づいてきたよということになってるんですけども、あのオールスターが明けた後に、はい、巨人はローテーションを改変しましたね。ローテーションね、はい、今まで金曜日が戸郷、土曜日があって日曜日は菅野で、火曜日が伊織でみたいな感じだったですけども、うん、オールスター明けからは火曜日が山崎伊織、水曜日はグリフィン、木曜日が戸郷みたいな流れになりました。でこれは阪神あるいは広島、この辺りの対戦が川水木が多かったんですよね、オールスター明けから、うんうん、そうですね。でそれを見据えてのことだったんですけども、残念ながらこの新ローテーションで7月30から8月1日の、うん、対阪神戦では3連敗したんですよね。ありたかったですね。これは大変残念でした。オールスター明け、ベイスターズ戦だったかな。7月26から28のゲームは連勝で、3連勝でオールスターブレイク方が連勝5に伸ばしたんですよね。そうですね。この阪神戦の。あの辺はね、焦りましたね。焦りましたね。ねえ、どうなるかと思いましたけど。1個取れたら、多分首位のまんまで今も折れてるんかなって感じですよね。そうですね。ちょっと痛かったかな。はい。まあ、いうことで、とりあえず、それはもう過ぎたことなので、しょうがないですけども、8月の現在ですね、はい、本日ゲームが15試合消化したのかな。で、8勝6敗1分けという形で、まあ、2つの貯金を作りながら、今来てるといった形になってますね。はい、現在、広島が1位、2位が巨人、3位が阪神といった形になってて、うん、1位広島とのゲーム差が1になってますね。3位と2位の巨人の差が4といった形になってます。はい、意外とこの広島戦が結構残ってたりするんですよね。9試合でしたっけ、そんなんですね。そもそも広島自体が消化ゲームがひときわ少ないんでしたよね、確かに、ね。そうですね、そうですね。この辺を一個一個取っていかないと、優勝までは届かないかなというふうに思いますけども、はい、タラコさんね、はい、広島、はい、どのように見られますか。しぶといなと、早く落ちろよと思って願ってるんですけど、いや、あの、菊池の逆転サヨナラスリーランですか。あんなもん負けとかんでドライすんねんと。あれやばかったっすね。あれやばかったっす。なんか やばい、あの試合は優勝するチームの勝ち方やなと正面思いましたね。
そうなんですよね。けど、まあ、こっちとらも、あの、1ゲームくらいでしがみついてるんで、まあまあ、可能性は十分あると思ってますけど、うん、一応、ああいう試合はすごいなと、優勝するチームやなと思った感じですかね。ジャガーさんはどう思われます？広島。広島強いですね。好調の原因って何なんですかね。何なんでしょうね。うん、これ、本当分かんないっすわ。だって、まあ、4番小園でやってるんですかね、今も。末金になったり、小園になったり。あ、末金帰ってきて、末金入ったりとかですよね。そうですね。でもなんか、それといって、なんかすごい外国人がいるわけでもなく、ね、なんかすごい首位打者がおるわけでもなく、ですよね。にもかかわらず、なんかここの順位にいるっていうのは、なんかすげえ不思議ですよね。不思議ですよね。全員でやってきよるなって感じで。正直ここまで続くと思ってなかったんですよ、こんな全員野球が。なんかすごいというチームやなっていう。巨人は長いこと広島にあまり相性が良くなくて、僕は巨人戦ぐらいしか見ないものですから、広島ってやだな、強えなっていつも思うんですけども、でも押しなべて全球団と当たってる数字を見ても、なんでこれ強いんだろうなって不思議でしょ。不思議ですよね、ここは。昨年17敗した広島に対して、今年は一応巨人目線でいうと7勝6敗3分けみたいな数字になってまして、これは通年よりかはいい数字ですね。まあ、うち弁慶でいけてるって感じですよね。ああ、そういうことになるのか。で、なんとなく印象的にですね、対巨人戦の広島打線でいうと、はい、野間だったり、堂林だったり、はいはい、末金だったり、菊池もそうですね、あと田中康介、小園もそうですよね、小園もそうですね、はい、などなど、巨人が得点してるバッターは多いような印象があるんです。いやですね、不思議やな、でも本当に。そことの一騎打ちっていうのは、まあ、ちょっと燃えるところはありますよ。まあね、新戦力いないでしょ、そんな、去年までいなくて。今年から活躍し始めたなんて、まあ、矢野ぐらいですかね。あ、まあ、ですよね。矢野のレギュラー定着っていうのは一個でかいのかな、じゃあ。でかいっていうほどの数字じゃないっていうのが、まあ、難しい話で、ね、打撃数成績はそうかもしれないけども、あの守備面です、分かりやすい数字じゃないけど大きいんでしょうね。ねえ、そうか。あと何でしょうね、なんかいじられキャラっぽい感じもするから、チームが盛り上がるのかな。なるほど。うん、まあ、なんか中村翔っていうのはいじられキャラですけどね。そうね、いろいろね、いろいろとね、いろんな意味でね。広島投手はいかがですか。まあ、栗大瀬良、ジャガさん、はい、うん、栗大瀬良、森下、床田、ケムナ、この辺ですか。ケムナケムナも今ローテ入ってるんですか。あのアドゥアですかね。アドゥアか。あ、アドゥアか、そうそうそう、アドゥアこの間、アドゥア、ね、やられましたけど、ね、やられましたよね。いや、まあ、セラもやっと化けの皮剥がれてきたなんて感じ。なんかできすぎやったと思いませんか。ノーヒットノーランやったしっていうこと。いや、というか防御率も含めてですね。なんかここまでのピッチャーちゃうやろうと言ってるんですけど、まあ、そうかもしれませんね。こうやって名前を挙げてみてもね、そんなね、いや、エース中のエースみたいな名前はあんま見当たらないような気がするんですよね。大瀬良もカード頭に投げてるわけでもないし。ねえ。カープはエースといえば床田になるんですかね。もう今やそうですよね、多分ね。あと森下もか。森下もいいのか、調子が。相変わらずいいですね。なんか一番嫌な、当たったら嫌なのは森下ですかね、僕も。でも大瀬良だって防御率 1.37 なんだ。そうなんですか。すごいですね。で、森下が 1.58 か。はあ、なるほど。森下9勝してますしね。床田なんか10勝してますからね。そうですな。じゃあ、投手か。そうか。で、クローザーの栗林が32セーブで、マルチネスと1個3まで来てんですね。すごいな。シーズン序盤、中盤ぐらいは、ライデル・マルチネスはぶっちぎりで、セーブ1位だったんですけどね。1個3まで来てんですね。ですね、じゃあ投手力ということですか。じゃあ巨人は打って勝たなあきませんですな。そういうことですわ。今日の打順、巨人の今日の打順なんかを確認してみようかな。まあ、さっきも冒頭に申してましたように、ヘルナンデス選手は抜けてしまったという形の中でですね、丸、吉川、この辺は
通年で来てますけども、3番にモンテス入りましたね。うんうんうん、で、4番岡本、5番坂本、6番が今日は門脇、7番が浅野、8番が小林、今日は日曜日で、菅小林バッテリーでしたからね、小林が入ったんですけれども、昨日デッドボールを受けた、あ、昨日って言ってもあれか、8月17日に対ベイスターズ戦で、デッドボールを受けた大城選手は今日は途中出場してますね。ですね。平気っぽいですね。2打席立ってますね。はい、うん、2打席立ってますね。はい、ヒットも出てるんですね。はい。といった中で、対広島戦、巨人の選手、注目選手、教えてください。田中さん、教えてください。対広島に。対広島戦で、こいつに言ってほしいなという選手を教えてください。まあ、モンテスですかね。モンテス。はい。モンテスですね。ごめんなさい。はい、いや、酎ハイの氷が口に。ごめんなさいね。はい、どうぞどうぞ。なんかリズム狂いましたよ。すいません。いやいや、そんなことないです。通常の氷が、まあ、はい。あの岡本も大城も坂本もそれ誰でも打ったら誰でもええんやけど、もちろん、うんうんうん、あのまあモンテスが新しい来て、ほんで、まあ、ヘルも途中でしたけど、ヘルが軸でやっとったもんが抜けてもうた中で3番にモンテスが代役として入ってるわけですから、やっぱ今日は、はい、あ、機能してこんことには勝てるもんも勝てんよなって感じで、僕はモンテスに注目したいかなと思いますね。なるほどね。あ、はい、ジャガさんいかがですか。あ、どうやろう、巨人戦って誰が今まで先発してました、これ誰や、巨人戦、アドゥは、うん、アドゥはどこだ、大瀬良だかを投げますよね、でそのまんまと思いますね。ねえ、うん、あんま森下とかと当たった記憶がそんなにいっぱいない印象がある。あ、じゃあ右左右で来てるんですね、大体。うん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 、玉村とか投げませんでしたっけ、巨人。玉村投げてました、巨人戦で投げました、うん、投げてなかった、イメージないんですけどね。あ、そう、はい、玉村左でしたっけ。左です、うん、左か。あ、じゃあ右バッター左ピッチャーの方が多そう、一緒ぐらいか、うん、一緒ぐらいですね。でも、どこだと玉村ぐらいなもんなんじゃないですかね、サワンはね、先発サワンっていう。ああ、そうか、うん、うん、あとは右ピッチャーの印象、右サワンか。巨人戦で1回投げとるっすね、玉村。1回だけなんですか、はい、もっといっぱい投げてる印象があった。記憶ないですけど、まあ打ってるらしいですよ。そうなんだ、はい、あ、そうか、うん、まあでも岡本選手でしょ、うん、なんだかんだ言うて。はい、僕もそれを言おうと思ったんです。はい、うん、岡本が打てば勝つし、はい、岡本が抑えられたら負けるというね、うん、まあ、ここのシンプルな話なんじゃないですかね、ここはね。うーん、岡本和真選手、非常に器用な選手でね、巨人の4番ではありながらも、ファースト守って、サード守って、レフト守って、いろんなポジション守っておりますけれども、打撃はいかがなものかな、最近はどんな感じなんですかね。今日のゲームでは、2-0、フォアボールとかで出てるかな。そうですね。と、昨日17日のゲームは5-2、1本塁打2打点、あ、ライトへのホームランがありましたね。はい、と、その前が台風で終わっちゃったのか。うん、ということで、とあるサイトではですね、現在の打撃成績をパワープロの顔文字で表現してくれる、そんなサイトがあったりするんですけど、今岡本和真選手の顔は黄色で普通の顔してますね。だからかもなく不可もなくみたいな感じになってますけども、うん、もうちょっと赤みがかった調子を上げていただけると。いや、うん、あの真っピンクの顔を見てないんですよ、ほとんど今年ね。今年はね、そうなんですよね、そこですね。真っピンクはバリ短いんで、もう開幕の時とあの神宮で2発ぐらい放った時だけですから、うん、あ、まあ、これでようここまで来てるよなって感じで、まあ、他が頑張ってるなっていう印象ですね、うん、僕は。なあ、そうね、うん、岡本和真現在8月18日22時33分更新のデータを見ますと、打率は2割5分9厘、ホームランが18本、うん、打点が59、さっきも言ったように残り34試合、これはちょっと足りなくないですか。いや、まあ数字やないんですけどね、別に2割5分でもええし、20何本でもええんやけど、ここぞで打ってくれたらそれでええんやけど、それがあんま見込めてないなっていう。そうかな、うん、去年は41本打ってたけどな。いやいや、まあ今年はちょっと喋りにくいしさ、もうみんなが低いからそうか、そう、はい、今年はね、うん、今年はボール飛ばないんですか。ちょっといいですか、その件について。はい、どうぞ。あの岡本に関してはですけど、うん、あのそんなええ当たりやったのに入らんかったなっていうのはあんま影響少ないんちゃうかなと思ってる。
捉えたら言ってますね、いつもね。なんで、なんか惜しい打球っていうのはあんま岡本のイメージは強くなくて、まあそのボールが飛ばへんから打ち方を変えてるとかそんな細かい話ではしたらきりないんですけど、なんかこれもよく出る話ですけど、まあ、宇宙間左中間のあたりがもう去年もそうですけど、全く出んくなったのは不思議でしゃあないって感じで、ああ岡本の持ち味っていうのは生きてへんなとは思いますね。センター方向っていうことですか、に打った瞬間の一発を放てる音があったじゃないですか、それがないなと、まあ、ああこれは調子ええなと思ってる時期が、結果だけじゃなくても思えへんなっていう感じですね。ライトスタンドの一発も、まあ、まず、死体蹴りしたかてっていうのがまず僕の一番最初に出てくる文句ですけど、まあ、ライトスタンドの一発は8月17日土曜日横浜スタジアムのホームランってことですか。あの土曜日昨日ですよね、はい、まあ、あれもたまたまフェアゾーンに飛んでくれたっていうだけの感じで、なんかライトに岡本らしい一発とは思えないんですよ。なんか評価してる人は評価してますけど、ああ確かに低い弾道のね、であのポール際のって感じですよね。あんまあんな感じの時はええー印象はないですよね、岡本に対して。だからどこであのきっかけが来るかわからないですけど、長いこと岡本あの調子とバロメーターとしてはセンターやや右目のねバックスクリーンの右あたりぐらいにドーンと飛び込む、打球が出てると調子がいいよねっていうのは昔から言われてますよね。もう左中間宇宙間やと思うんですよね。確かにこういう打球は今年は少ないかもしれないですね。そうやな、だから何て言うかレギュラーとしては立派なもんですけど、チームの核としては物足らんなっていうのはもうずっと僕は言うてる文句の一つです4番岡本ですけど、最近はね5番大城がちょっと頑張ってくれてたし、はいはい、あの3番のヘルナンデスがねいざ来た時とかは、はい、割とその前後が打ってくれてたんで、岡本にねちょっとそこまで注意が集まらなくなった時期はなんかいいように僕も見えてましたけど、そこまでですよね。5月とか6月とかこのあたりの数字が極めて低いんですよね今年は、例えば5月なんか2割4分6月なんか2割1分ですから、2割1分か、チームとして線になってなかった時期はやっぱ岡本も結構やられてましたね。だから逆になんかその前後に選手が集まってくると7月なんか2割8分ですし、そうなんだ、上がってきてるところがあるので、まあ、そのあたりやっぱりこうちょっとね岡本に集中してましたよね、相手チームの注意がね、はいはいはい、それもやっぱあるような気がするので、まあ、ちょっとその辺は気の毒かなとは思いますけどね。まあ打線の看板ですからね。ねえ、まあ4番それまでしょぼすぎるでしょ、そこまでが、3番と5番がしょぼすぎたんで、そういうねちょっと全体で見た時に、まあ、岡本にもちょっとこう負荷がかかりすぎてたっていうのはあるかもしれないですね。そうか、そうですね、現状の3、5番はモンテス、まあ、大城って感じでしょうけど、はい、大丈夫と見ますか。まあ、今のなんかその3番5番だけじゃなくてね、はい、全体1番から9番の全体の線で今はなんかいい時もあるので、はい、まあ、よくない時もありますけど、はい、でもそこまで岡本に集中せずに線としてつながりがあるので今は、なのでその4月5月6月よりはいいと思います。本日の8月18日は1点しか取れなかったけど、その前日8月17日は11点取れてますね、調子のいいヘルナンデスの離脱を大きなものにしてないっていうのは一個僕は勝ってるんですよね、そうですね。岡本に依存する打線ではないと現在は映るんですけども、彼が打ち出すと その通りなんですよ、その通りなんですけど、まあ、言うたら3番5番がある程度いけるやんってなった時の上限というか、ほな岡本もバンバン打ってたら、あ、やっぱそういうことやったんかなっていけるわけですけど、まあ、さっきの話は2割8分やったじゃないですか、なんか絶好調というには足らんでしょう、今絶好調とは言ってないですよ、いや言うてないですけど、あのこの辺が言うたら言い訳ならん感じやぞお前っていうのは腹立つところで、言うたら僕は3番5番があかんかろうが、あ、国軍奮闘で頑張れよ岡本という考えのもとですけど、他が揃ってきたところでめちゃくちゃ良くなってへんっていうのはチームどうのこうの岡本個人に対してやっぱ僕は足りないなと思う、確かによく言われてるところですけど、ほら揃ってきたとて別に特別すごい選手じゃないやんけっていうところを思いませんか。
でもちょっとタイトル争いしてるし、他者は比較的じゃないですかそれって、はい、もっといけるやつだったと思ってなかったですか岡本に。あんま期待だと首位争いしてるチームの4番ですし、はい、7月なんか得点圏打率4割5分ですし、はいはい、OPS825 ですしね。あ、7月はようやってたな思いますわ、確かに、はい、思いますけど、なんか岡本で勝ったなよりかみんなであのやりやったなっていう、その中に岡本もしっかりハマってたなっていう感じでしょ。そうですね、なんかあのそれは別に勝ってたら何でもええっていうのは前提としながらも、他が揃ってる時に岡本もぼちぼちぐらいじゃ、他があかん時に岡本も打ててへんのやから割に合わんなっていう。チームスポーツなんで、チームスポーツですからねこれ。チームスポーツなら他が打てていいんだからしっかり打てよ岡本と言わせてもらえていいんですよ。そうそう、あのチームスポーツじゃなければね、その論理が成り立つような気するんですけど、はい、いやチームスポーツである以上やっぱチームが勝つことが前提なんで、はい、僕はいいと思うんですけどね、すごいその岡本だけに依存しないチームの方が僕はいいと思うんで。野球っていうスポーツの4番が象徴なんだっていうのは昔からあることなので、うん、打線の看板ではある岡本選手は看板であることには間違いないんだけれども、点が取れるってことは打線がうまいことにつながって流れてるってことだと思うので、踏ん詰まりの打線の時に岡本選手にいかにパスであの点を取っていただけるかっていうのを期待したいですよね。そうですね、そうですね、まあ、例えば今日のオースティンみたいな仕事をしてほしいってことですよね、言うたらね。いやもう当たり前のにしてくれと、そんなことで喜ばへんと言わせてほしいと、はいはい、いう感じですね。独自の岡本論をね、タラコさんはお持ちでいらっしゃると思う。いや、なんか割に合わんなといつも思うんですよ。そうかな、うん、でもね、これね、はい、まあ、岡本今巨人の4番の話をしてますけど、うん、他のチームの4番を考えるとね、はいはい、やってる方やと思わないですか。いややれてんのかな、まあ、あの他にも頼りながらねみたいな感じで、まあ、村上は言うたら今古文奮闘なわけじゃないですか、はい、ヤクルト、はい、でもこの状態はなんか好ましくないじゃないですか。チームが最下位で好ましくないです、ね、でホームランは、まあ、ホームラン王今1位ですけど、うんうん、この状態は好ましくないですよね。好ましくないですし、うん、あの、うん、僕去年よりか岡本の怒り熱みたいなのは確かに低いんですよ。あ、はいはいはい、あ、言うたらお前が打たんから勝てへんねんと言ってきた中で、お前が打たんでも勝っとるやんけとか、お前も含めて勝っとるやんけとか、はい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 、いう感じになってるんで熱は低いんですけど、僕はモンテスって言いましたけど、これから先優勝するにはやっぱ岡本が打つか打たんかでしょってやっぱなるじゃないですか。うん、うん、なりますよ。あの結構これは巨人ファンの方も多いと思うんですけど、うんうんうん、そうなると物足らんぞお前と言うたら、帳尻合わせしてもええ時期ちゃうんか岡本と、この時期だけやって優勝させたら何の文句もあれお前のおかげやという感じだと思うんで、うん、うん、文句はないけど、もうちょっとあのやってくれんと優勝争いやや劣勢かなっていうは思いますかね。今ね、タラコさんじゃなくてジャガさんがね、あの、うん、他球団の4番っていう話をしたから慌てて、はい、あのいろいろ探してみたんだけど、うん、中日細川ってすごいですね今ね。細川すごいですね、うん、3割2厘の16本、これ現役ドラフトの選手でしたよね。そうっすよ、これすごいね、こんな言葉になってるんですね、うん、そうなんですよ、ね、けど、まあ、ベイスターズのオースティンが、うん、細川に なるよっていうのはまた違う話なんですけどね。あのそれこそさっきから出てるようにやっぱ順位争いが上の方でしてるチームの4番と下位の4番とっていう話がまたちゃうからと。そうですね、うん、まあそうなんかもしれんけど、うん、いや細川はいいなと思いません、ね、活躍、いやまあなんていうかいただけるなら欲しいですよ。プレーとか点とかそういう話じゃなくて。うん、そうなんですね、すごいな。さあ、ソフトバンクの山川はどうなんですかね。これソフトバンクの山川は3連発ホームラン打ってたんです、ね、ありましたよね、2割81打点か、えぐいですね、えぐいですよね、うん、まあ、よう打ってるね、なんか4番って感じするなとはよく思ってるんですけど、山川については。好不調の波はある選手ですけど、うん、打ち出したら止まんなくなりますね、この選手は。止まらへんですよね、うん、そうですね、なんかね、4番としていい意味でわがままかなと、もう一発か三振かでええ場面やったらしっかり振りに行けるし、うん、
なんかお前つないでる場合ちゃうぞっていうのは岡本にものすごく感じる部分で、まあ、ソフトバンクだからっていうのもあるでしょうけどね、これは、うん、近藤がおるし他がいるし、どこの試合やったかな、広島戦の引き分けやったと記憶してるので間違ってるかもしれないですけど、大城が下がってて岡本のあとが大城のはずやったんですけども、岡本がセンターにつないで代打立岡で点が入らへんかったみたいな試合があったんですけど、ツーアウト一塁やったんですよ。ツーアウト一塁で岡本で初球の外角をセンターに弾き返したみたいなヒットだったんですけど、うん、ここを一発待つ体勢で折れるのが4番像としては正しいのかなと、一発あるいは長打、うん、自分で打点を上げに行くっていうのがね、ツーアウト一塁の場面で、で後ろがましてや大城が下がってるわけですよ、代打ピッチャーが入っとったと思うんですけど、山川やったら狙ってくれるんちゃうから結果はどうであれと、うん、この辺が岡本に足りんところやとものすごく思ってるんですけど、共感はないですか、まあ、それはやっぱコーチがどういう指示してるかですよね、チームとしてどう点を取るかっていう、うん、はいはいはい、でそれは岡本に権利はないと思いますけどね、僕は。いうことはもうつなげという感じやったってことですかね、そういうかもしれませんし、うん、でもしかしたらその阿部監督がたまに出てきてお前を狙えみたいな、たまにありますやん、はい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 、そういう時もあるとは思うんですけど、うん、でもなんか何でもかんでも振り回して一発狙ってこいという感じではないような気がしますけどね、いつも、うん、それが多分山川とかやったら多分もう一発狙ってこいって言って言うような気がしますし、そこを言わせるような男になるよ岡本っていう期待、そこはまあチームの戦術のような気がしますけどね。なるほどなるほど、全幅の信頼がまだないのかもしれないですけどね、ない岡本に任せたみたいな、わかりますわかります、それなんですよ、うん、それが物足らへんねんって言うとんねん、どっか岡本と僕は言いたいですよ、多分山川はそういうキャラなんでしょうね、もうなんか岡本も知らない間にキャラ変わってないですか、うん、どうなんでしょうね、岡本器用ですし右にも打てるし、つな、うん、げれるし、本当に言ってるけどな、うん、今仕事ぶりは、うん、まあちょっと山川とはちょっとそういう部分では違うかもしれないですね、あまあ、うんうん、僕の理想とするところがっていうだけの話かもしれないですね、岡本和真ようやってると思います、ただタラコさんにはまだ物足らんってことですね、うん、もうまあ優勝したら別にええよという感じですけど、ほんまでもまあ岡本個人に対しての意見は僕は変わらずそんな感じですかね、4番たるもの、もうつなぐなと、もう一発狙っていけみたいな感じとかね、つないでええ場面もあるやろうと、僕はそれでも無視して一発狙いに行くようなやつが好きなんですけど、ここはつないでどうのこうのする場面やないと岡本っていう時に普段通りに入るのが岡本やなと思って、これが気に入らん、もちろんわがままの打者であってほしいな、ずっとマイペースな選手だとは思うんだけどな、ただ無理に強引に一発狙いっていうのはそんな多いタイプとは思わないからさ、こんな感じなんじゃないかなと思うんですけどね、山川は強引ドーンって感じで、いやまあ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 、ね、5年前とかでもこんなんでしたっけ岡本ってっていうのは、岡本もね長年4番張ってきて、うん、ね、あのマークもやっぱ強くなってきてるし、そのあたりで少しずつやっぱたね変えていかなくちゃいけないし、お互いね、うん、いい感じになってるっていう見立てってことですよね、岡本がいかにこの相手ピッチャーもね岡本に的を絞らせないように絶対やってくるし、岡本は岡本で裏をかかなくちゃいけないし、はいはいはい、うん、その辺の駆け引きがあると思いますけどね、毎日最後に岡本話を最後に一つ聞きたいんですけど、はい、なんか打ち損じがものすごい多い印象を今年も抱いてるんですけど、まあ、いいですね、あの多いですよね、多いですね、やっぱそこは同感って感じですね、打ち損じはよく感じますよ、なんかね失投を仕留めてこそなんか岡本のところにつないでええ結果が出るみたいなところあるじゃないですか、はい、でせっかく A の来たら2球来たでみたいな時もあるじゃないですか、はい、これを見逃したりファールしたりが多いのがなんか今のとてつもなく立派な数字ではないところに繋がってるのかなとは思って、うんうん、あの本数が少ないのもちょっと影響あるんちゃいますかね、この辺も、うん、もうちょっとそこを仕留められるようになってほしいなと思います、ありがとうございました、はいあのローテ変更があったじゃないですか、はい、あのさっきチラッとでなんかぐしゃっと終わった気するんですけど、うん、チラッとってぐしゃっと終わる、ね、はい、この今の感じどう見てはりますか、山崎、グリフィン、戸郷かの思ってと、はい、まあ、裏はほんまに菅野がよう頑張ってますけど、そうですね、うんうん、言うたらもう
結構極端な感じですよね、力関係で言うたら、うん、土曜が井上春人で日曜日が菅野で、うん、金曜日は今固定で誰がやってんだっけ、固定されてないのかな、ね、うん、前回がマタキが行かれてマタキが投げてね、はいはいはい、で16は西舘やったけど中止になってって感じで、西舘の予定だったのか、台風の日、そうです、ね、あ、そうなんだ、うんうんうん、予告先発で発表されてたんだ、されてますね、うん、あ、そうなんだ、へえ、これをなんか肯定的なのか否定的なのかどうかちょっと聞いてみたくて、肯定否定、ローテの順番ですか、順番です、順番です、で僕とりあえずオールスターブレイクってことがあって、オールスターに出たのが山崎伊織と戸郷だったでしょ、で、うん、金土でしたっけ、オールスターって火水、火水か、うんうんうん、で戸郷も投げさせられましたよね、ですね、うん、だから今の順番で僕はいいと思います、グリフィンを、うん、前倒しにしたのも前倒しでいいのか後ろ送りというのか、あの曜日をどうから次に変えたのもいいんじゃないかとは思ってますけどね、うんうんうん、右左右になりましたしね、うん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 、ジャガーさんどうですか、結果が伴ってるんです、それだけが理由ですけど、うんうんうん、肯定ですね、僕も肯定だ、これね結構お客さんの中では半々ぐらいの分かれ方してて、はい、まあまあ甲子園3つ負けたから印象悪なったんかもしれないですけど、そこはちょっとでかかったかもしれない、いや、そうみ、ここは勝負かけて、え、なんかほんま変えたくなかったけどオールスターがあったから泣く泣く変えたって阿部監督のコメントがあって、うん、まあね、その、まあそれも本心がどうか知らないですけど、そうね、リップサービスの部分は、うん、けどまあ結果論としてもこの阪神広島、阪神広島に行ったわけじゃないですか、うん、はい、そこはどっからどう考えても勝負かけてええローテの組み方やろうと、はいはい、ねえ、こんな混戦の中で、え、やっぱそう、あ、これ良かったですわ、うん、なんか、うんうん、僕はまた一人よがりなんか思ってんのかなと表裏とね、はい、よくローテーションは言われがちですけども、うんうん、まあ本来であれば表も裏もなくいいピッチャーが6枚いれば一番いいわけなんですけどもね、うんうん、調子がいい選手を目下のライバルチーム、うん、一番叩いておかないといけないチームに当てれるような並び、うん、作れた、でそれを形成できる先発ピッチャーがいるってことはいいことだと思います、いいことです、これね、うんうん、広島も阪神もなんか余裕超えてきてるなと思いません、及川投げさせたり、アドは、まあ、どっちも負けたり勝ったりしましたけど、余裕かどうかは分からないけど台所事情も厳しいんじゃないですか、例えば阪神伊藤将司なんて今リリーフしてるんでしょ、いや、まあ、それはそうですけど、うん、例えばですけど、あの12、13、14の阪神戦で西でつい再起で行って、ほんで、うん、及川やったじゃないですか、絶対ビーズリーや思っとったんですよいや、こんなん、まあ、ラッキーやったなって感じですけど、向こうはそんなずらすことせえへんよっていう感じの采配心って、うん、采配というか、まあ、ラッキーでもありな不思議やなと、いや、こっちは表を固くしたっていうのはだいぶ効いてるなと思う、ここの上位との対戦でしたよね、まあ明日から、まあ、また明日明後日かまたあるわけですけど、あと赤星かな、赤星みたいな、やっぱりこれはローテに投げさせんで当然やんって感じですかね、うん、もう一回言ってなんて言った今、僕もおかしいな思いました今ローテ外されて当然や、あ、赤星を降格させて当然やん、あんなピッチングしてるようではと思って見てはったかどうかっていう、うん、もうね様子見とかできないタイミングなんで、はいはいはい、赤星選手は来年頑張ってねと思ってますよ、お、高橋蓮も同じですね、おお、はい、うん、じゃあどうですか、まあ、さすがにね、さすがにちょっと結果が出なさすぎましたんでね、残念ながら、確かにオールスターブレイク前ぐらいには後半戦の注目というか期待してる選手は赤星ですって阿部監督が言ってたんですけども、うんうん、これの期待に応えれなかったっていうのは赤星選手は1個逃したと思います、まあね、うん、赤星個人を見るとそらそうやねんと、うん、お前何回同じ失敗というか同じ感じでやられとんねんとは思う、詰めが甘いというか、うんうん、ですけど、まあ、今から様子見してるわけにはいかへんってザブさんのこともありましたけど、うん、これまだ気にしてもあの西田と一緒も様子見以外の何もんでもないじゃないですか、だって他にいないんだもんえ、でしょ、じゃあ他にいないんだもんでしょ、うん、こうなった時にまあ3失点ぐらいで試合を作っとる赤星ですよ、確かに、なんか赤星の個人的な感情は抜きにして、うん、赤星しかおらんかったんちゃうかなっていうような見方してて、試合作ってあとは打線どうにかせよ、打線が悪いと、戸郷と井上の間が赤星しかいないってこと
ことですか。はい、そうだから、うん、まあ何番手って言い方したらいいかわからないですけど、まあ、うんうん、ローテ6番目ですよね、うんうん、井上が今頑張ってるから、うんうん、ここの6番目がもう赤星しかおらんのに下げたんは、あの気持ちはわかるけど、うん、とかおらんし赤星ちゃうのはもう泣く泣くと僕は見てたんですけど、うん、どう思ってあるかなと思って聞いたんですよ。うん、確かにそうなんだよな。まあ三振っていうのには抑えてるのは抑えてるんですよね、確かに。スウェージコーチから言ってましたよね、言ってました、あの6敗だもんなみたいな、なんかね、いや、うんうんうん、全部結果的に敗戦投手になってしまっているという、うん、一勝もできてないですからね。はい、うん、先発ピッチャーのことをゲームを支配するだとかゲームコントロールだとか、はい、ゲームを作るだとか言うじゃないですか、うん、で負け星が上積んでるってことは勝負ところで打たれてるってことだと思うんですよ。そう、打たれてはいけないタイミングとか、うん、流れの中でそこで弱さが出てしまってるということだと思うので、まあ試したかったんかな、赤星があんな感じやってマタキがポンと来て、これが井上みたいになってくれりゃ美味しいわけですもんね、うん、はい、うんうん、で西舘も2軍の方も見てたんですけど、前回の方も見てたんですけど、うん、まあ正味期待できへんなと思ってたんです、うん、先発だから一昨日の中止はラッキーやったなと僕は見てたんですけど、うんうん、そうなんだ、うん、はい、あの西舘投げさせるんかなとはどっか思ってるところがあるんですけど、うんうん、まあ、それあかんかったらやっぱ赤星に戻したらええどうという感じで自分は見てますね。うん、さっきも言ったように三十数試合なんで残りね、はい、うん、僕はブルペンででもいいのかなと思ったりはしますけどね、うん、岩村とか今上にいるんでしょ。上にいます今、上に、うん、なとか、うん、っていうの部分もあるし、うんうん、今年は横川って一軍で投げてないですよね。うまい、横川って言ってはないな。で、あいつ一軍で投げてないですか一回も。リリーフで投げてるのかもしれないけど、あんま記憶ないですよね。あんまり僕も記憶ないですね。うん、あら僕投げてる思ってました。投げしましたっけ？序盤投げてるのかな、ひょっとしたら。でも先発はしてないでしょ。あ、そうか、なんか先発したかったみたいな記憶あったんです。中継ぎかもしれないっす、うん、先発2回してますわ一応。あ、してんだ、そう、記憶になかったですね。失礼しました、うん、失礼しましたけど、まあ、横川も赤星がおって、マタキがおって、うん、西舘がおって横川んで、うん、メンデスがおってぐらいと思うんですけど、2軍の方を見ると、うん、うんうん、まあどれもパッとしないですよ。メンデス今日5点ぐらい取られたらそうですね、はい、ねえ、ね、うん、まあほんまに言うたらまた来ええやんけという感じで見てたんで、そうですね、今年の状態で見るとそんな感じですよね、うん、けど中日戦のあの感じを見ると、まあ調子も悪いけや制球も悪いって感じでしたけど、見ると多分今シーズンは終わったかなって感じのやられ方なんで、ほんで高橋礼も同じくですね、その感じですね。ここ難しいところですね。そう、ね、畑はいいんちゃいますの、畑畑、まあ正面かもなく不可もなくみたいな感じです。うん、そっか、どうですか、さっき僕が言ったようなブルペンでぐらいが、なるほどとは思いました。なんか一番可能性高いんじゃないのかな。ブルペン、でもブルペンってちょっと怖いでしょ。確かにそうなんです、うん、落ちる、ね、あの、うん、その試合を負けるどうのこうのというよりも、そこで使ってしまうっていうか、うん、カード頭なんで、うん、そこが気になるところですかね。だから今村3回、田中千春が3回投げて、あとはバルドナードと船場様とそれから大勢で締めたら、はい、ね、4人ぐらい、4、5人で終わるでしょう。今村と千春ちゃんで6イニングですよね。まあ4失点から5失点っていうところですよね、はい、負けるな。そうな。あのどっちも僕は、あの今村なんかものすごく今年は勝ってますし、って思ってるんですけど、はい、なんか、あ、負けるんかなと思うとかなって言うなら敗戦処理で追ってほしいピッチャー2人やなっていうのは。あれ、堀田健心とかどうしてんすか最近。あれも投げてますけど、やっぱ飽きませんね。あのダメですか。言ったら降格した時と何も変わってないって感じです。だからリフレッシュとかではなく、単純にバテたかな、力尽きたかなって感じがしますね、うん、今年に関しては。そうですか。堀田健心とかバテたか。と僕は見てますかね。いや、うん、何か現役ドラフト候補なの。いやいやいや、さすがに。あれですけど、そんなん言うたら僕は兵内いたれと思ってるんですけど、まあ、兵内ね。兵内、まあ、きついな。まあ、肌やんやろなと思ってます。畑ですか。
畑です。畑かな。まあ最有力ちゃいますかね。ね。まあ年齢的にもね。ですよね。うん、まあそんなとこですわな。うん。うん、さあ今日は日曜日の深夜に喋ってて、今てっぺん越えて月曜日になったとこですけれども、夏ですよ、甲子園は見てらっしゃるかっていうことを、あの収録前にお話ししたら、あ、見てない感じですよね。見れてないな。じーっとは見てないですけど、まあ要所要所では見てますけどね。そんな中で、はい、巨人に欲しい選手なんていうのが発見できてませんでしょうか、お二人。僕はゼロです。はい、そら近いとも見てない。はい、すいません。藤田投手でしょうね。今思い浮かぶとすれば。誰って言われました今。あの藤田投手ね、あの東海大相模の、はい。東海大相模の藤田選手。ああ初めて聞いた。どんな選手なんでしょう。198センチの左投手ですね。おお出た。早稲田の長野。そうですよ。このピッチャーは結構株上げたんじゃないですかね、この甲子園で。うん、東海大相模、球の速いピッチャーですか。まあ、140ぐらいコンスタントに出てたと思うんですけど、うんうんうん、いいピッチングしてましたね、僕が見た試合はね。どの試合か忘れましたけど、藤田龍生、身長198センチ、はい、マックス149キロ、スライダーカーブチェンジアップがありますと。ジャガーさん、あの、はい、鶴岡東と早稲田の投げ合いがあったやつ見てました？あ、あのちゃんとは見てないですよ。僕もちゃんとは見れてないんですけど、まあ、はい、ながら見ぐらいに見れてる時やったんですけど、はい、これなんか、まあ、両方ともやけど、どっちか言うたら鶴岡東のピッチャーが桜井っていうピッチャーなんですけど、これ良かったんちゃうかなと見てたんですよ、はい、ほんでどんな評判なのかなと思って。鶴岡東、僕ごめんなさい、ノーマークですね。あ、そうですか。ノーマークでしたわ。あ、なるほどなるほど、うんうんうん、早稲田これは2年生で、中村光大いうのも、まあ、ピッチングしてるなみたいな。どっちも左投げやったんですよ。はい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 、はい、うん、でどっちも、まあ、似たようなタイプやなと思ったんですけど、まあ、この辺が気になるところやって。まあ、早稲田でいうと宇野選手ですね、やっぱね。高校通算64本塁打ですって。はい、やっぱスラッガーで、うん、結構飛ばしてましたよね、この大会でもね。ショートの選手で、はい、どのゲームか分からないけど、この番組のご意見版のストーンコールドさんも甲子園に今年は2日間ぐらいかな行かれたそうでございました。はい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 、はい、宇野選手っすわっていう、うんうん、SNS のつぶやきを発見した気分。おー、うん、あともう一人どなたかを言ってらっしゃったけど、ちょっと忘れちゃった、うん、うんうんうん、石塚選手か箱山選手ぐらいですかね、もし名前が挙がってるとすればだったかな、ちょっと忘れちゃったですけどね、うん、ピッチャーだったと記憶してますけどね。ピッチャーか、うん、いいかそれはいいか、うん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 、甲子園もなかなか波乱ですよね。ここっちゅうところ負けてますね。いや、すごいですよ今年の甲子園ですよね、うん、やっぱりバットの影響は結構感じますね、うん、これね。あ、飛ばないバットか。そうか、はい、そうです、うん、ありそうですよね。大阪桐蔭が完封負けですからね、うんうん、考えられないですよね、こんなんね。考えられないですよ ね、 ねえ甲子園ってまだやってるんですよね。やってますよ。ベスト4ぐらいまで来てます、ね、ベスト8ちゃいますか。8ですね、8か、はい、ベスト8か。ベスト8で何やら島根県の高校が行ってんですね。大社か。大社、はい、すごいですね大社ね。珍しいですねなかなかこんなとこには来ないんですけども、何やら和田剛、ホークスの和田剛選手が高校生の頃には、はい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 、高校生の頃以来かな、ベスト島根からのベスト8で聞いてますね。うん、僕の少年時代、小学生ぐらいの頃には谷重選手がね、今は岩見智翠館高校と言いますけど、当時は郷の川高校という名前でね、ベスト4だか8だかですごく地元は盛り上がってたことを覚えてますね。頑張ってほしいですね大社高校 ね、 いや頑張ってほしい。なんか行き過ぎても神村学園か、やばいな、うん神村が一位ですからね。うん、まあここまで来るとね、そうですよね。ねえ、あ、オコエルイ選手の母校の関東第一も入ってるじゃないですか。8ここは来たんですね。あ、東海大相模か。さっきおっしゃられた198センチのピッチャーが投げるわけですね。うん、原俊介さんですからね、今監督ね。あ、巨人の1位ですね。うん、そうです。キャッチャーでしたな。強肩キャッチャーっていう触れ込みの1位だったんですけどね。なんかね、イメージ残ってますわ。イメージ残ってますよね。はい。うんうん、今年、初陣ちゃいますか監督。ね、あ、そうなんや。監督就任をして初の甲子園なんですか。はい、と思いますよ。へえ、そうなんだ。うん、
初がベスト8まで来てるのか、まあすごい強い高校ですしね、うん、あそうですね、やってみると青森山田は堀田健信だし、智弁学園は岡本和真だし、うん、見慣れた高校が多いんですね、うん、そうですね、神村学園もそうですね、神村学園のね、うん、センターのね、正林選手ですよね、正林、はい、正林選手、正しいに林、そうですそうです、この選手すごいっすよね、そうなんだ、全くわからないんですよね、僕のイメージで言うと当時の藤原、大阪桐蔭の藤原選手、あ、うん、ぐらいのイメージです、藤原そうですそうです、あーはは、触れるんだ、この甲子園が当たってへんらしいですね、あ、当たってないんか、はい、そっか、で、なんかチラッと聞いて僕今調べたんですけど、あ、そうですか、あ、そっか、ヒット1本らしいですね、あ、マジっすか、はい、あの春の選抜でホームラン打ったんですよね、ほう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 、あの止まらないバットでホームラン3本しか出なくて、1本がこの正林選手で、ほうほうほう、もう1本があのニキータ選手っていう、あの選手で、うんうん、もう1本が誰かのランニングホームランやったんですよね、うんうん、で純粋なホームラン2本のうちの1本がこの正林選手で、うん、そのバッティングセンスをね、春は見せつけれたんですけど、夏がちょっとやばいね、そしたらね、まあこっからですね、まあこっからですね、うん、頑張ってほしいな、はい、うん、ということで甲子園も終わりますと、今度はドラフトもいよいよ近づいてくる形ですね、そうですね、うん、あれもあんのか、六大学とかもあんのか、そうですね、六大学9月にありますよね、あの大学生の選手権ね、はい、ね、いろいろまた見極めましょうか、うん、そうですねということで今宵はこの辺りにしときませんか、 どの球団が怖いぞとか、この辺の話はたどり着かなかった感じでしたね、あ、でもカープじゃないですか、違う、うん、中日戦とあまし、あの結構今タイタイだったっけ、巨人は中日には別にカモにしてはないですよ、もう、ああそういう意味か、うん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 、5分ぐらいでやってるでしょ、まあ、あとは阪神がどうなるかですね、ここからね、うん、ですね、思いのほかちょっとなんかちょっとね元気なくなっちゃったんで、阪神がなんか勢い止まってたんですね、うん、勢いがちょっとね落ちましたね、うん、いつの間にか今年のペナントもなんか順番ですね、ほんまに広島があって、うん、巨人が来て阪神が来て、でその時に広島も同時期に行っとって、それもまあ終わったんちゃうかないうような感じでここですね、阪神、うん、も一時期強かったんですけどね、うん、あの後半戦始まった時はえげつなかったんちゃいますか、えげつなかったですよね、うん、8月入ってちょっと落ちてね、うん、中日にも負け越してしまったし、勝ちなしですよ、確か勝ちなしですね、ですよね、うん、こうなると阪神、うん、まあ、優勝って意味ではだいぶないのかなと思ってて、やっぱ優勝争いってところはもう広島でしょうね、まあ、広島ですね、そうですね、まあ気は抜けないとは思うんだけれども、ちょっと差は出てきましたよね、上2つとはね、阪神はね、ファミックスで来られたのがでもちょっと嫌ですね、イメージ、うん、いや阪神短期決戦強そうな印象があるんだよな、やっぱ才木がおってビーズリーも打てる気しないですし、打てる気しないですね、はいはい、うん、はい、で高橋遥人は発掘したんでしょ、あ、そうですね、そうですね、あ、そうですか、うん、打てないですよ、まだ巨人戦投げてないかもしれないけどCS だと狙い絞って投げられたら怖いですね、うん、はい、話は尽きません、ということでございます、明日は私早起きでございまして今日はこのあたりにしておきたいかなというふうに思います、はい、はい、9月はね、はい、笑顔のセプテンバー迎えましょうなと、はい、いうことでございます。Podcast Ideographic Period。 この番組は完全不定期配信のポッドキャスト番組です。新作を楽しみにしてらっしゃる皆様にご迷惑をおかけしているかもしれません。そこでフォローです。フォローをしておけば新作の通知が届きます。無料ですし、自動ダウンロードの解除も各種ポッドキャストアプリにおいて設定できます。ぜひ番組フォローをお願いします。うーす。日本ポッドキャスト協会が今年も配信リレーやるよ。9月24日から30日の7 days、 YouTube とポッドキャストで配信。日本ポッドキャスト協会で検索検索。